宇宙からの教え、地球人よ目覚めよう。私たちが住む太陽系は滅亡への道をたどりつつあります。少なくとも45億年後には太陽系の惑星はすべて赤色巨星化した太陽に飲み込まれてしまいます。それよりも問題なのは、地球内の環境破壊が急速に進んでおり、大気圏の希薄化が進み、太陽フレアの大爆発による被爆や磁気嵐の影響を受けやすくなっている点です。これからは地球を守る活動だけでなく、太陽系を脱出するための方策を探らなければなりません。その方策の一つが、宇宙に存在するより高度な科学文明を持つ生命体との連携です。そのために私たちがすべきことは何か、それをお話ししたいと思います。